漫画なのだ。済んだもんなのだ。今日も待ってたのだ。ようやく一日が終わって、待ちに待ったくつろげる時間がやってきたね。うん、済んだもんと一緒にゆっくり休むのだ。さてと、今回はね、夜耳からお耳掃除をやっていくのだ。これ結構久しぶりでしょ。でしょでしょ。
寂しくなっちゃったからヒューってしちゃった。
時はこれくらいにして、お次は綿棒しよっか。これでゴシゴシしていくね。それじゃ海に失礼するのだ。
いつかは起きなきゃいけないわけだけど。そうだよね。大変だよね。
かな。耳によく聞こえるようになったかな。よかったのだ。それじゃ、お次は梵天でお耳ざわざわしていくのだ。お邪魔します。Thank you.
ささささっと払っていくね。
にまたウェットティッシュで拭いてくね。君の眠気を取らないように。ゴシゴシ。
疲れ様なのだ。ぐっすり眠れそうかな。よかったのだ。暖かくして眠ってね。うん、風邪ひかないように。大丈夫なのだ。スンナモンも暖かくして寝るのだ。